DJ コーの電光石火湧いた湧いてますか最近どうですか、湧いてますか、ちゃんと今日は何やコさん、はい、斉藤さんっていうアプリご存知でしょうか。ああ、分からん。斉藤さんっていうのは同じタイミングでこのアプリを使っている日本中の誰かと通話ができるという。え、タブダさん使ったことある？いや、知らないです。斉藤さんはもう斉藤さんしか知らない。そうか、斉藤さんだぞっつって、まあ、なので斉藤さんのこの機能を使って、はい、今回はチャンネルの告知をしていこうかなと思っております。へえ、そういうことができるの？はい、こちらに一応のユーザー名を DJ コーにしてありますので、相手にはあ、DJ コーだというふうに通知はされるという。なるほどね。あのエッチなことではないよね、まあ、それ目的としてもあるかもしれないっていう。そうですね。え、今何着てんのとかそういうことそうそうそう。じゃあちょっと電話してみましょう、はい、まず電話をする。つながりました。ごめんなさい、通話開始できませんでした、はい、でもう一回か。そうですね、結構な頻度で切られちゃうんで。あ、そうなの、別の人を探し中。粘り強く。やっぱりなんか今日元気ない？いや、気のせいならいいんだけど。あ、お、これは通話していいの？はい、通話してください。通話します。キモクソガキキモクソガキって言われましたね。ね、最初がキモクソガキだからね。ちょっと幸先悪いですね。幸先悪いね。この斉藤さんってアプリ、自分のニックネームを表示できるんですけれども、うん、それをですね、こうしました。DJ コーかっこ本人っていう。これでちょっと確率が上がるかどうか。そうですね。繋がりました。もしもし。もしもし。もしもし、どうもこんにちは。こんにちは。あ、私、TRF の DJ コーと申します。あ、どうも、こんにちは。あ、知ってますか？ZIPFM 聞いてるんで。あ、わー、嬉しい、ありがとうございます。お仕事とかは何をやってらっしゃるんですか？あ、今、大学の4年生です。あ、僕、この斉藤さんアプリ初めてやって、ちょっと YouTube の撮りつつなんですけれども、はいはい、声出て大丈夫ですか？あ、全然大丈夫ですよ。あ、やったー。いや、僕実は YouTube をやってて、なんかどんな企画を DJ コーがやったら楽しんでもらえるかなみたいなことをこの斉藤さんを使ってリサーチしようという企画なんですよ。あ、はい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 。でもよくあの DJ コー本人って書いてあって、信じていただけてありがとうございます。いや、そうなんかなって、あ、もう不審がって。あ、じゃあ、あの、ちゃんと本物っていう証拠で一言いきますね。はい、イージートゥーです。これ本物や。あの YouTube とか誰見ます？まあ、基本ゲーム実況とかですね。あ、ゲーム実況。はい。で、僕も一応あの YouTube 始めようと思って。あ、そうなんだ。もしあれだったら、あの、宣伝していいですよ、全然今。マジですか？マジです。アルフェロワっていうチャンネルでウィニングイレブンとかのゲーム実況を。あ、人気だよね。やらせてもらってます今。アルフェル？アルフェロワですね。アルフェロワー、ヒェー。わー、頑張ってくださいね。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。アルフェロワさん、企画やつもういいんすかこれ。うん、企画を考えようみたいな。あ、そうだ、大事なこと忘れてた。え、ちょっとなんか、例えば DJ コーがこんなことやったらいい的なことパッと。まあ、やっぱり一回やってもらいたいのは、うん、はい、逆立ちで歩いてみてほしいな。歩けるかな。でもこういう意見もあるということで、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、いいですね。なんかほっこりしますね。ほっこりしますね。もう一回行ってみようか。行ってみましょう。はい、引き続き斉藤チャレンジ。時間はもう7時ぐらいになったんで、人も集まってきてるのではないかと。そうですね。はい、ごめんなさいですね。DJ コー本人という名前で出してるんだけども、この1回ずつ押すたびに心が折れていくという。もしもし。もしもし。あ、どうもこんばんは。
あ、こんばんは。私ですね、DJ コウと申します。え、本当ですか？あ、そうです。今一回ちゃったけど大丈夫ですか？あ、多分 まだ本人かどうか分かんないって感じですよね、多分ね。まあそうですね、あ、分かんないです。あ、じゃあちょっと分かるように、じゃあ一声いきますよ。 Easy to dance。 あの、一発ギャグじゃないんですけど、あの、普段は何をされてる方ですか？専門学校に通ってて、はい、あの、調理師を目指してます。調理師ドゥダンスですね。一応そうです、和食 の寿司の業態に今就職しようと思います。 あれですか、東京の方ですか？いや、千葉です。あ、千葉。え、ちなみに、あの、千葉のどの辺ですか？成田です、成田。あ、成田。あ、そっか。いや、僕、あの、高校時代柏に通ってたことがあるんで。ああ、はいはいはい。な、成田線通ってますよね。そうですね、はい。アビコから柏、松戸みたいな線ありますよね。あります。あります。実は僕、自分のチャンネルをやってるんですけれども、思ったより登録者数とかがなかなか伸びないんですよ。うん、はいはいはい。で、斎藤さん使って登録をしていただければなと思いまして。登録します、します。じゃあぜひとも、あの、チェックしてみてください。みんなに自慢します。あ、ぜひとも、はい、ちゃんと調理師ドゥダンスって言ってたぜっていう風に言ってください。あ、な、すいません、何て言いました？あ、 ありがとうございます。10代、うん、多いですね、やっぱね。登録者数増えましたね。2人増えました。2人増えました。でも Easy to dance でさ、結構。お、もしもし。ですか？はい、もしもし。ですか？もしもし。もしもし、 DJ コウと申します。 DJ コウさんですか？一言、ちょっとじゃあ本物らしいこと言いますね。はい。 Easy to dance、 どうですか？本当に、本当にです、イエス。あの、実は僕 YouTube やって1年ぐらいなんだけれど、伸び悩んでるんで、登録をしていただけないかなっていうお願いです。あ、登録しました。え、登録してくれました？はい。 YouTube とか見ますか？コムドットが好きです。え、どんなことやってました、その人たち？昨日はなんか妹の成人式突撃するみたいな。本当は成人式の二次会に男がいるので強制的に拉致って結構こういうことやってるのか。え、ちょっと顔見してもらえませんか？あ、いいですよ。はい、どうですか？あの、今、あの、会社にいます。会議室です。大変な時期ですけど頑張ってくださいね。僕も頑張りますんで。あと、登録者お友達とかに、わかりました、お願いします。すいません、なかなかと大切な時間を、ありがとうございます。登録者増えました。なかなか、でもドキドキするね、普通。全く知らない人と初めて話すっていうのはね。ということで、ちょっと初めて斎藤さんやってみました。はい、ご協力してくれた方、ありがとうございます。